皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。スルマキマキです。ゆっくり霊夢です。東北キリタンです。キリタンまた来たんですか。私可愛いからレギュラーで出てほしいって言われてるんですよ。可愛いから今可愛いって自分で2回言ったぞ。このやりとり前にもやりましたからね。今回はちゃんと実況しろよ。別のゲームで実況という名の雑談動画だったの忘れてないからな。ほら怒られた。キリタンが余計なことばっかり喋るからですよ。はぁ、マジ人のせいにするのやめてもらっていいですかね。同人誌の話とかしてるからだよ。お前らみんな同罪だからな。やばい、ゆっくり様がお怒りだ。ちゃんとやると。あえよ。今回はベータの時からおなじみの砂漠マップ。ルールは64人コンクエストです。そして今回の軍隊長は、変態ヘリ操縦で有名な黄金ゆっくりさんです。やったー、絶対強い。勝ったな。ちょっとズン姉様とフェロ行ってくる。おいバカやめろ。呼ばれた気がして呼んでないです。後ろに下がって。ズンだ。新しい東北枠のキリタン来たからズンちゃん飽きられてるですね。飽きただけに。なんでちょっとうまいこと言ったみたいな顔してるんですかね。ところでバトルフィールド1ってヘリありましたっけ。ないですね。黄金ゆっくりさんはヘリが得意なんだよね。そうですよ。この分隊長役に立つんですか。さあ分隊長殿、目的地の上地に着きましたと。分隊長殿の華麗な操縦テクを見せてください。なんか急にダメな気がしてきたぞ。なーに、ヘリも戦車もエンジンで動いてるんだから一緒ですよ。一緒。何言ってんだこいつ。エースドライバーかな。そういえば前に乗ってた戦車は一人用だったけど、今回のは複数人で乗れるんだね。ベータの時乗ってたのは軽戦車でしたからね。今乗ってる戦車が A7V10 戦車です。兵装は突破重戦車仕様で、左右に機関砲が搭載されてます。この機関砲は車両にも建物にもダメージが通るので、隠れている敵は建物ごとぶっ飛ばしてやりましょう。あの、めっちゃ囲まれてますけど大丈夫なんですか。これはあかん。一人ぼっちは寂しいもんな。いいよ、一緒にいてやるよ。やめろ、そのセリフは私に聞く。やめてくれ。リスポーンという夢を見ていたら今度は私が戦車長です。さて次に行く前にキリタン、ちょっといいですか。え、何ですか。なぜにパジャマ姿で実況してるんですか。そこに気づくとは、やはり天才か。いや最初から気づいてたけどね。髪ボッサボサだし。そこ突っ込むとまた雑談するからスルーしてたんですよ。これには海よりも深い訳があるんですよ。行きたいですか。いえ結構です。実はですね、先日シビライゼーション6を買いましてね。もうオチが読めたぞ。これは麻薬の予感。昨日もちょっとだけプレイしてたんですよ。そして気がついたら夜中の2時ですよ。それで寝坊してその格好できたと。話はそんな単純なことじゃないんですよ。おう。実はその時宗教プレイしようと思ってサラディン選んでたんですよ。序盤にいいリッチ引いて、順調に世界遺産のストーンヘンジ作ったりしましてね。地元住民から石膏をもらったりして、完璧なロケットスタートだったんですけど、勝手に近くに住み着いた、トミュリスとかユーバン族がやたら突っかかってきましてね。何が草原の民だ、こっちが草生えるわとか思ってたんですよ。そしたらあろうことか、いきなり戦争仕掛けてきやがって、頭に来たので徹底抗戦して泣いて謝ってくるまで戦争して、終わった頃には深夜0時でした。寝ろよ。顔疲れるんで戻していいですか。一旦は平和になったんですけど、序盤のリードがあっさり失われて、キリタンの話長そうなので実況してますね。そういえば、今作はエリートでなるものがいるんですよね。さっき画面に出てた、外国先兵キットガーってやつだね。バトルフィールド4の時でいうバトルピックアップみたいなもんですよね。今回のバトルフィールド1では、それらを拾うとエリートレイに昇格するんですよ、ね。エリートレイになると、それぞれの専用武器を装備することなので、耐久値がすごい上がって、死にくくなります。たまに格好の違う兵士がいたらそいつだね。エリート兵は大破兵で7無類の強さを発揮しますよね。ただ、自然回復がなくなるので、無理な突撃はやめた方がいいですね。このエリート兵も戦車と同じくらい重要で、どれだけ長生きできるかで戦闘に大きく影響してきます。マップによっては複数のエリート兵キットがあるのも忘れないようにね。この砂漠マップは3種類のキットがあります。まあ、見ての通り見通しの良いマップなので、火炎放射器兵は若干使いづらいですけどね。それでもチャーリーにこもっていれば、そう簡単には倒されないよ。建物の中に敵が隠れていても、火炎放射が隙間から襲いかかりますからね。火炎放射器兵やってる時は、誰もが一度は倒されるのだから、お武器は消毒だ。モヒカンにしないと、肩パッとつけないと。ただ強いエリート兵でも、後ろからの近接攻撃は、重点突撃を受けると即死するので、あまり孤立しないようにしましょうね。喋りながらもバターまでピツったね。戦況は有利で3も取って一気に押し込みましょう。敵地には戦車で突っ込め。さすがゆかりさん。戦車で蹂躙する楽しさを分かってますね。私も話聞いてました。やだなーちゃんと聞いてましたよ。戦車突撃は戦場の花ってことですよね。大体合ってるけど、本当に聞いてました。それで結局なんでパジャマなの。そんなこんなありましてね。
昨日は一睡もしてません。というかついさっきまでプレイしてました。もう眠くて死にそう。この収録終わったら、布団に直行するためのパジャマなんですよ。うえへへへへへ。徹夜で頭おかしくなってるじゃないですか。ずんこさん、お宅の妹頭がりってますけど、これ放っておいて大丈夫なんですか？いつものことなんで大丈夫ですよ。いや、本当に大丈夫かと思って。ああ、これしび決まってますわ。麻薬的な中毒のあるゲームってそういう意味じゃないですからね。ここの年は私が占領したー。やっはらえー。ろれつが回ってないぞ。その後しばらくして、エリート兵の一つ、対戦車兵キットを手に入れました。これはその名の通り、車両に対して強い兵科ですね。でもサブにソードオフショットガンも持ってるので、対人もいけますね。そしてこの武器を持ったらこう叫びましょう。俺の名を言ってみろ。顔の見えないヘルメットかぶらなきゃ。弟に負けそう。すみません、寝ぼけてました。キリタンはダメか言ってますけど起きたんですね。はい。ちょうどでかい的が来たので試し撃ちしましょう。おう、この射撃音がたまらないね。威力も上々ですね。走行列車見るたびにこの BGM が脳内再生されますよね。貴様、人か、カバネか。どちらでもない。俺はカバネリだ。劇場版鋼鉄城のカバネリ公開と言いつつ、思いっきり総集編ですって書いてある清さは好感持てますよ。あの列車のような結果にならないことを祈るばかりです。前編は12月31日、後編は2017年1月7日からだよ。おう、大麻やねえや。とかやってる間に勝ちました。走行列車出た時に逆転されてなければこんなもんよね。でもベータの時と比べたらベヒモスでてからの逆転が多くなった気がしますね。眠い。それでは終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。